トム・ジャーダはアメリカ合衆国のカーデザイナー。トム・ジャーダの父のオランダ人技術者であるジョン・ジャーダは1920年代にアメリカに移り住んだ。1934年にトム・ジャーダが生まれた。高校時代には陸上競技で活躍するとともにカーデザイナーへの登竜門として知られたゼネラルモーターズ主催のクラフツマンズ・ギルドコンテストで優勝。 その後ミシガン大学に進学してインダストリアルデザインを学び、卒業制作はステーションワゴンのデザインに取り組み、1958年卒業と同時に24歳でイタリアのトリノに渡りカロッツェリアギアで働き始めた。最初はフォルクスワーゲンカルマンギアの工部などを担当して、やがてフィアット2300や1961年に 一人の国際博覧会で会場の連絡に使われたモノレール等を手掛け、やがて自身の代表作とも言えるデトマソパンテーラーのデザインを手掛けた。晩年は自動車関係のイベントに出席して、自身の設計した往年の名車を運転するなど、自動車愛好家との交流を深めた。ありがとうございます。